today. There's an ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. いつもありがとう。りょうさん、一つ稽古をつけてください。ああ、頼むよ、福さん。お願いします。お願いします。さすが福さんだ。おら、どうだ。いい攻撃だ。ふん、どうした、福さん。何ですか、今の技。いつの間にそんな技を。うわっ、たんまたんま。はっ、あ、ここまでにしよう。また頼むよ。ありがとうございました。
葉月くん。原崎。どうしたの？ん？何かあったんでしょう。いや。喧嘩？いや、そうじゃない。お願い、危ないことはやめて。大丈夫だ。私、葉月くんにもしものことがあったら。心配するな。きっとよ。約束して。ああ、じゃあまたな。もしもし。父なる天。九つの竜。母なる地。我が友。第八倉庫だ。賃貸人をお願いします。失礼ですが、そちらは？葉月と言います。お待ちください。何の用だ？ああ、なぜ来なかった？すまない。まあいい、まだ来る気があるのならさっさと来い。分かった。ちょっといいかな？ごめんなさいね、私男の人って苦手なの。どこかその辺で聞いてくれる？君。すいません、陳大臣に会いたいんですが。お名前は？葉月と言います。ああ、それなら伺っています。どうぞお通りください。お前か。聞きたいことがある。お前のくだらん話を聞いてる暇はないんだ。出て行ってくれ。そうか。
記者、わからんのか。部外者のお前にいつまでもいられては困るんだ。わかったよ。ならとっとと出て行け。記者、わからんのか。出て行けと言っている。わかったよ。ならとっとと出て行け。すいません。いらっしゃい。久坂さん、忙しいですか？そうね、それなりにってところかしら。そうですか。じゃあ急ぐんで。ええ、じゃあね。見つけてきましたよ。そうか、ありがとう。この港の五郎が命がけで取ってきた仕事っすよ。何言ってるの、私が見つけた仕事でしょ。うるせえ、女が黙ってろい。舞ちゃん。両兄ちゃん。嘘。お知り合いで。五郎のバカに頼まれて見つけてきたんだ。いつも販売弁当を届けてるから馴染みの監督さんに頼み込んだんだよ。そうそう、色味使っておじさまお願いしまーすなんちてな。バカ。でどこへ行けばいいんだ。昼2時までにアルファ貿易事務所の矢田さんを訪ねてみて、約束してあるから。2時にアルファ貿易事務所の矢田さんだな。ありがとう。そんじゃ。Thank you.
すいません。はい。アルファ貿易事務所ってどこですか？悪いけど今急いでるんだ。建物の壁見てくれるかな。アルファ貿易って大きく書いてるはずだから。壁ですか。わかりました。すいません。はい、何ですか？アルファ貿易事務所ってどっちですか？倉庫と倉庫の間を抜けた突き当たりにありますよ。ありがとうございます。日坂さん。りょうくん、アルファ貿易事務所を探してるんですが。りょうくんってば、すぐそこにあるわよ。配達？そこがアルファ貿易事務所よ。わかりました。ありがとうございました。あの、アルファ貿易事務所はどこですか？ああ、事務所は向こうだよ。向こうって？貨物船が止まってる岸壁の近くだ。そうですか。ちょっといいかな？邪魔だよ。どっか消えろ。
ここで釣れるもんなんですか？いやぼちぼちってとこだね。でも糸を垂らしてるだけで落ち着くよ。アルファ貿易事務所って？そこがアルファ貿易事務所よ。ありがとうございました。じゃあまた。ここで釣れるもんなんですか？やっぱ何かあるのかな。いやさっぱりだよ。すいません。なんだ君は。矢田さんですか？ああ、そうだな。弁当屋の舞さんから紹介されてきました。おお弁当屋のとこの舞ちゃん、聞いてるよ。じゃ早速取り掛かってもらおうか。はい。あんちゃん、フォークリフトの経験は？ありません。しょうがねえな。荷物傷つけたら減給だからよ。はい。おいマーク、ちょっと来い。 OK バース。じゃ君、あとはマークに聞いてくれ。わかりました。マーク、このワンちゃんにフォーク教えてやってくれ。OK バース。葉月亮です。どうも。マークだ。 We're buddies。 仲良くやってこうぜボーイ。フォークの運転は簡単だよ。 Really easy。 直になれるさ。あ、はい。じゃあこれ乗って。よし、準備 OK だな。じゃあレクチャーを始めよう。まずはそのハンドルを左右どちらかに回すんだ。それは違うぞ。 Good。 そうだ、 Next。 次はアクセルだ。 No、 それはリフトだ。 No、 それはリフトだ。もっとしっかりアクセルを踏むんだ。 OK、 いいぞ。NEXT。 バックだ。アクセルとは違うぞ。よーし、そうだ。最後はリフトのアップダウンをやってみろ。よし、まあまあだな。じゃあ次はそのボックスを運んでみてくれ。すぐそこにある第三倉庫にこの荷物を入れるんだ。まずボックスの下にフォークを突っ込む。 NEXT。 そのまま上に上げて運ぶ。だろ。よし、今度はお前の番だ。荷物は倉庫の中のマス目の上に置くんだぞ。今日は全部フィニッシュするまでトレーニングだ。いいな。残ったボックスを全部第三倉庫に運んでくれ。はい。俺は仕事に戻るから、あとは自分一人でやるんだ。わかりました。Thank you.
枠の中に置かないとな。運べないのか。お疲れ様です。フォークの運転は覚えたかい？ええ、なんとか。バイト代はな、最初は荷物を1個運ぶごとに300円だ。荷物には毎日ノルマがあるからしっかり頼むよ。はい。ノルマを達成できたらバイト代を上げてやるから頑張ってくれ。わかりました。じゃあよろしくな。よろしくお願いします。リョウ。マークさん、明日は朝9時に来てくれ。いいな？はい、わかりました。仕事を始める前にちょっとやることがあるんだ。仕事の前にですか？ああ、そうだ。まあ明日来てみればわかるさ。遅刻するなよ。はい。当たり勘だ。ここでなら練習できそうだけど、少し体を動かすか。
ここでなら練習できそうだけど、少し体を動かすか。怠けたら腕が鈍るからな。ここまでにしておこう。ここまでにしておこう。やめろお前ら。
なんだお前。弱い者いじめはやめろ。くっ、偉そうなこと抜かすじゃねえか、このガキ。じゃあ今度はお前に遊んでもらおうか。何？ふん、バイクで俺たちと勝負しな。バイクで？チキンレースさ、おめえも知ってんだろ。付き合ってやってもいいが、俺が勝ったら二度とこの人には手を出すな。あいつが合図を出す。このカンカラが地面に落ちたらスタートだ。行くぜ。これでおっくらい。じゃないぞ。遊びだよ。遊びよ。俺の勝ちだな。ちくしょう、覚えてろよこのガキ。田島。何？あの。ねえ、のぞみのことなんだけど、この頃また元気ないのよ。聞いても教えてくれないし、時々泣き出すし、なんか心当たりない？どうって。もう。Oh.